はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらの七夕スペシャルガチャですね、まあ、一応浴衣の3人は、揃えていこうかなと、思いまして、まあ、30連目でりょうちん、40連目でハッチ、50連目でチカちゃんが確定しているんですけれども、まあ、途中の段階でね、3人 SR が揃ったところでガチャは終わりにしたいと思います。で、60連目で PSR が1枚確定してるんですけれども、まあ、この3人の中で PSR が絶対欲しいっていうわけではないので、まあ、普通に SR が揃ったところで今回は終わりにします。なので、まあ、一応最高でも50連まで、引いていきますというところですね。で、まあ、またガチャを引く前にですね、ちょっと七夕のチケットが2つあるんで、それを一等賞の方ですね、一等星っていうのも分かんないけど、これを2枚使ってから、ガチャの方を引いていきましょう。これはもう2個一気に使ってきます。で、俺的にはね、ルーちゃんが欲しい。ルーちゃんは持ってないんですよ。で、天空中央とかでね、変化球の、これは大丈夫か。大丈夫だね。あ、出た。やったぜ。なんで変化球の膨張型なんで、まあ、入れるとかなり、強いキャラにはなってますと。じゃあプレミアムガチャの方で、いきましょう。タンガチャは例によって引いときますか。これはタンガチャ今回1回だけだよね。バナーキャラ R 以上確定ということで、最近タンガチャがね振るわないよね。チカちゃん PR、 ただ PR はよく出る。じゃあ10連目に行きましょう。ここは SR が1枚確定してますと。だからチカちゃんが出てくれれば50連まで行くことはないんだよね。さあ安定の1個、東条か。まあ、ここら辺はどうだろうね、どれだけ解放できるかっていうところですね。ちなみに普通のね、この3人娘は一応浴衣用にね取ってはあるんですよ。東雲くんの PR は結構いいかな。で、20連目に行きましょう。で、ここが一応バナーから SR 確定なんで、まあ、誰が出るかですね。で、レイユってだからチカちゃんが欲しいと。そうすると1回分浮くからね。うお。3枚。うん、ハッチ。お、エレキ R 初めてか。おお、チカちゃん来たね。ここで2枚ゲット。ハッチって何回目だっけ。ちーちゃん、ちーちゃんはもう別にっていう感じなんだよな。まあ、バレチーをね俺持ってないんで、まあ、バレンタインちーちゃんが出たら、まあ、それにぶっこんでいってもいいかなと。で、で、りょうちんが、りょうちん2回目だっけ。あ、違う、りょうちん1回目だ。じゃああと1回でいいや。あと1回引いてすみません、終わりにします。ここであんまりね石を無駄遣いしたくないんで、今回はすみません、これで終わりにさせてもらいます。と、あと何でしたっけ、なんか山登りサクセスみたいなのがその暁でやるじゃないですか。まあ、解放やって一応それ見て、枚数的には悪くないね。 OK、 これで一応3人揃いましたと。お、すげえ。3人スナイパーが並んでいる。おお、チカちゃん、チカちゃんと。あ、 PR は初かという感じで、まあ、結構良かったね。で、ただね、この3人娘を頻繁に使うかって言われると、まあ、そうではないんだよね。で、あと、なんだっけ、今、そのテーブルに不具合が出てて、浴衣バージョンって、なんていうの、通常バージョンとテーブルが違くて、まあ、通常バージョンでは強いんですよ。でも、多分今、通常バージョンのテーブルになってるんで、それは、不具合解消されるみたいですね。と、あと、まあ、ちょっとこの画面で止まったのは、暁守の PSR プラグを作り出してから結構借りられるようになったんですよ。で、まあもちろんね、フレンド依頼とかも来てるんですけれども、まあ、前の動画で、前の動画っていうか、
そもそもそのフレンドに関しての自分のルールみたいなのが、動画でお伝えしたと思うんですけど、これってなんだっけ、あ、そうだよね、人数は見れるよね、あの人数にね空きはあります。で、だからフレンドはあの全然依頼してきてくれていいんですけれども、なんていうの、基本的にはあの全員あの視聴者さんしかあのフレンド登録はしないです。なので、もしもしね、フレンド登録したいっていう方がいらっしゃったら、あのコメントのところあるじゃないですか、なんていうの俺だと多分実況パワフルゲームチャンネルって言って暁守が出てると思うんですけど、そこでなんか YouTube 見てますとか、なんか動画見てますみたいに、要は俺が見てわかるようにあの申請してくれれば、あの自分のキャラは何でもあの申請通しますんで、まあ、矢部くんでも蛇島だろうがサッチだろうがあの誰でもいいんで、あのそれは分かるようにしてくれれば、あの全然フレンドはあの承認しますと。でノラの人に関しては、普通にねよろしくお願いしますとか、なんかそういう人たちはあのニジタリの PSR プラゴとかでもあの拒否ってるんですいません、もしあのフレンド登録したい方がいらっしゃったら、分かるようにあの申請してくれればあの通します。まだ枠はありますんでっていうの と、じゃあボックスの方をですね、一応ちょっとさらっと整理する前にあのさらっと見ていきますと、ちょっとレア度順で一回並べます。で割とここら辺、ほらチカちゃんプラゴプラゴプラゴみたいなハッチプラゴプラゴプラゴみたいな感じで、あの割とね取ってあるんですよ。これを、ちょっと開放で使っていきたいと思いますので、一回整理します。はい、じゃあ浴衣シリーズはこんなもんですね。じゃあまずハッチからやっていきますか。ちょっとめんどくさいんで、なんかすげえ整理したかっていうとそうではないっす。で、PR のプラゴが3枚あって、で、まあ普通の SR があって、プラ2みたいな感じになってるんで、これ3つもうぶっこんじゃおう。で、どこまで解放するか。で、普通の SR とかもね、浴衣に突っ込んじゃってもいいと思うんだよね。4までアップしましたね。なので、どうしようか。PR はちょっと育てておく。で、通常バージョンはいらないっしょ。ロック解除して、50% だけど、これ入れちゃおう。これを入れますと。どうよ。おー、解放したね。で、一応プラゴが出来上がりました。テーブルはあんまり意味ないけど、ちょっと見て、これまだ直ってないよね、テーブル。直った？わかんないっす。あの最初の通常バージョンのテーブルを見とけばよかったのか。それはじゃあ別のキャラで見ますか。一応ハッチプラゴになりましたと。で、りょうちんはね SR を育ててたんだよね。で SR をプラ3か、これをねぶっ込もうと思ってたんだけど、プラ3の段階ではさすがにちょっともったいないんで、りょうちんは通常のやつがプラゴになったらぶっ込みますか。じゃあで、そうするとじゃあちょっとこっちの、テーブルを見てみると、た150やる気75、イベントボーナス45でしょ。で、こっちの SR を見てみると、タック50の、やる気75のイベント45なので、まあ、多分これパワープロアプリの方で検索すると浴衣用のテーブルが分かるかな。ちょっとどういう違いが出てるのかはあのすぐ分かんないんですけど、これ一応不具合みたいなんで、テーブルは次のアップデートで、治るみたいですと。で、りょうちんはじゃあちょっと、このままですね。で、今度、ちかちゃん。ちかちゃんは2枚あって、どうしようか。で、またプラゴが1、2、3枚あるのか、ここに。で、普通のやつが1枚あって、ここで3で4でみたいな感じになってるから、まあ、何はともあれ、この PR プラゴを3つですね。食わせましょう。うまくいけば5までいける。最低35までいったね早かったなというわけで、ちかちゃんも、まあ、プラゴになりましたと。あとはじゃあちょっとりょうちんだけ少し整理して、りょうちんが一番少ないのか。まあそんな感じで一応ハッチとちかちゃんはプラゴになりまして、であとはその暁のイベントですね。よくわかんない、よくわかんないっていうか、このマウンテンなんちゃらみたいなやつ。
でそこでまあ特殊能力を取っていきましょうっていうのがあって、その特殊能力特攻みたいなのに今回の、例えば、精神的支柱、これチカちゃんですね、精神的支柱で、あとは下の方に来て、激戦の流し打ちボーナスで、切磋琢磨と芸術的流し打ち、切磋琢磨がどっちだ、ハッチだかリョーチンで、芸術的流し打ちがハッチだかリョーチンっていう感じなんですけど、これ一応彼女枠なんで、まあ、選手兼彼女枠なんでデートしないといけないんですよ。で、暁って結局練習をして打倒を減らしていく高校じゃないですか。なんで3人もねデートに継ぎ込んでいる時間はないんで、まあ、一応俺の中では、まあ、彼女枠としてチカちゃん入れて精神的支柱をゲットすると。で、あとは、まあ、ここら辺のボーナスに関しては打倒の順番になるんで、まあ、ただ3人打倒っていうのは一気にできないと思うから、まあ、その切磋琢磨と芸術的流し打ちの通常キャラを入れつつ、うん、まあ、切り込み隊長、恐怖の満塁男、ストライク送球あたりを狙っていくかな。切り込み隊長は守るくんで、恐怖の満塁男が3本松、ストライク送球が、六本木なんで、六本木はね早めに倒しておきたいんで、ストライク送球は多分なんか別キャラ入れて、で、まあ、うまく守くんと3本松を同時に倒して万能フィルダーボーナスみたいなのを狙っていこうかなと、まあ、今のところそんな感じで、考えてます。まあ、何が正解なのかまだ分かんないんでね。と、あとまあ特能、まあ、普通の青特と、赤特もね、まあ、一応その1個につき2メートルっていう感じで来るんですけど、赤特取るとそもそもなんていうの、査定値が下がるじゃないですか。で、最終的に査定値、まあ、選手能力ボーナスなんですけれども、まあ、総合値引く90割る2ということで、まあ、一応ランクの高い選手を作った方が移動距離が伸びますというのがあって、要は赤特1個つけることによって2メートル伸びるんですけれども、査定値が下がることによって結果的な伸びがどうなるのかっていうところですね。まあ、この割る2の移動距離より伸びるのかどうかっていうところをちょっともう少し詰めて計算しないといけないっていうところが、あると思います。まあ一応なんすかね、 SS を叩き出すとプラス 50m なのかな。で、 S 級で 45m、 S8 で多分 40m みたいな感じになってくると思いますので、まあこれも結構重要かなというところですね。まあ、なんで、始まる前に1回野手の方でなんかこんな感じでやってみようかなっていう動画を作れれば、まあ、いいと思ってますんで、一応今の俺の中の考えでは金徳関係に関しては、まあ、そういう編成ですね。というわけで、まあ、ちょっとどういうあれになるのか分かんないんですけども、サクセスマウンテン、まあ、もう7月5日からスタートするみたいなんで、まあ、ちょっと試行錯誤のね、サクセスになるかと思いますけれども、まあ、ちょっとみんなでね、情報共有しながらやっていければと、思います。という感じで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。